はい、こんにちは、ヤムレオと申します。今はね、第4種郵便物の説明いろいろやってます。最後に残ってます項目ずらんと出てます。一番下のやつですね、学術観光物について今回やろうと思います。これに関してはもうすいません、私もこれに関しては本当扱ったことがあるのかな。あ、一応あるかもしれない、配達はやったことあるかもしれない。あの病院の配達とかやってた時にやってたかもしれないですけど、特に学術観光物すぐわからないですよね。第三種郵便物なのか何なのかわかりませんので、高能力で出てくる場合は特にっていうことなんでね、あれなんですけど、第四種郵便物の中に学術観光物っていうのがあります、うん、どういう定義なのかって言ったら、日本郵便が認可したやつで、これは学術観光物ですよって認められたものに関しては、第四種郵便物のこういうので送れます。値段36円から送れるというんで相当安いですよね、ですね、第三種郵便物として送るよりも全然こっちが安い。だから定義とかも、もうへったくりもよくわからなくて、とにかく定義は、これに、郵便局の認可の一覧というのがね、公表されてます。この一覧に載った学術物ならいいですよっていうのがありますんで、リンク貼っときます。そのリンクをね、気になる方は見てください。ただこれもういちいち解説しますね。多分、いわゆる学会誌とかそういうのが多いです。あの、見たら、触媒学会とかね、パッと見るとね、地質、資源地質学会とかね、日本動物心理学会とかが発行してる、何これ、日本動物心理学研究とかね、まあ、いろいろと書いてあるんですけど、何せね、PDF で全77ページにわたる、ね、超大作でございますんで、こんなんいちいちちょっとさすがに解説しません、うちのチャンネルとはいえ。とにかくいろんな、こういったふうに載った学術誌でしたら大丈夫です。もし、あの、学術誌ね、なんか論文とかのね、やつでね、大学生とかでね、なんか送らなあかんことかってなった場合にはね、でもね、高い郵便料を払うのあれやしなと思ったら、一応これ見てみてください。もしこれに該当するんであれば、その料金で送れますんで、まあ、だから郵便屋さんでもなかなか知ってる人、これはいない、少ないと思うな、まあ、相当、変わったやつではありますんで、第4種郵便物自体はね、まあ、さっき言ったように、展示物はね、郵便屋さんやとったら、一度は通るかなと思いますし、っていうのがあるんでしょう。これに関してはもう本当に触れてるのかどうか、まあ、ね、場合によっては触れるところは、まあ、あるし、大学とかが多分あったらそうなんでしょうね。うちは大学ないんですよね。四日市の、その、私の働いてたところは、実は管轄内に、大学がね、なかったんですよね。ないで、一応あるか、一応あるはあるか、ただ私は、全然関わったことがないですんで、そうするとね、また、そういった大学とかがね、あの管轄内にあるね、大学の近くのね、ところとかね、あのそれこそ、名古屋の、あの昭和区とかね、あっちの、天白区か、ね、あの辺りとかのね、ところでしたらまたね、ちょっと変わってくるのかもしれませんけどね、大学いっぱいありますが、とかがありますけど、まあ基本的にはそういうようです。まあとにかくこういうふうに載ってる学術誌は、そういうふうにして送れます。学会とかのね、難しい文章は送れますよということです。まあこれぐらいです。第4種郵便物まではこれで以上となりますね。とりあえずこれでね、一回締めさせていただきたいと思います。この後はさらにまたマニアックなね、やつになってきますんで、どうかなってなってきますけど、一応ね、説明しておこうと思いますね。よろしくお願いいたします。どうもご視聴ありがとうございました。